イカの匂いがする。お姉ちゃんにも見せてあげたかったな。あたしも双葉に。花火なら遠くからでもきっと見えるよ。それじゃ、帰ろうか。そうだね。なんだろうね。なんだろう、気になるね。怖い。待って、お兄ちゃん。どうしたんですか？君ら、もう家に帰った方がいいよ。なんかね、人が死んでるみたいなんだ。
警察は、救急車も。よかったよかった。やっと見つかったね。転んだりとかしてない？後から人が押してくるんだもん。本当危なかったよ。うん、みたいだね。だってそうじゃなかったら、わざわざ本当に警察を呼ぼうとするとは思えないもん。怖いよね。でも、大丈夫だからね。私がついているから。多分、お母さんがすぐに解決してくれるはずだよ。そういうものなのかな、やっぱり。
お兄ちゃん。私のこと昨日着替えさせたでしょう。しないわよ、そんなこと。そのままにしていてくれてよかったのに。もうちゃんとシャワーも浴びて着替え終わってます。もういいけど。食欲が湧かなくて。そこまでじゃないから。お兄ちゃんは大丈夫なの？おはよう。過ごしちゃった。今も眠い。ダメかも。あ、今朝は3人なんだね。カズハちゃんたちはどうしたんだろうね。やっぱり寝坊？騒ぎすぎは良くないね。そうですね。
安ニュイな感じ。いや、サンデーはみんなのアイドルですから。起立。はわ、だるい、マジで。大丈夫大丈夫、3秒ルール。コックリさん、堂々と寝ないだけでも偉いよね、私って。朝にお風呂入るなんてあんまりしないんだけど、今朝はした。うん、脳がもろもろになってる感じ。もろもろって崩れるの知ってる？鍋に水を張ります。豆腐を入れます。トンテンカンと鍋をトンカチで叩くと豆腐がもろもろ崩れるんだよ。キッズレッ。ご飯でも食べる？